去年12月、長崎佐世保。親子連れでにぎわうスポーツクラブに突然銃声が響いた。お母さん、迷彩服を着た男が銃を乱射。2人が死亡し、6人が負傷した。男の異常な行動は以前から問題視されていた。警察はなぜ銃の所持を許可したのか。栃木宇都宮、6年前ここでも銃乱射事件が起きていた。隣の庭が一発の発射の場所だろうと。散弾銃でやられる、まあ、人の一生いろいろあるけれど、最後の結果、最後のね、死因はっていうのがあまりにも残酷悲惨でね、これは。元自衛官の男が銃で主婦を射殺、別の女性にも重傷を負わせた。その後男は主婦の家で銃口を加え自殺。この事件の銃も警察が許可したものだった。重傷を負った女性は今も重い後遺症に苦しんでいる。体内にはまだ100発以上の弾。6年前の弾痕が今も生々しく残る。銃乱射事件はなぜ繰り返されたのか。宇都宮市内の閑静な住宅街。6年前、2002年7月4日、銃乱射事件が起きた。現場となった田中道夫さんの家。田中さんの妻を殺したのは隣に住む男だった。旅行が趣味だった紀美子さん。2ヶ月後に夫が定年を迎えたら、夫婦でたくさん旅することを楽しみにしていた。そんな矢先に命が奪われた。事件は田中さんが単身赴任中に起きた。家に戻った時に言葉を失った。真っ先に目に飛び込んできたのは無数の弾の跡。田中さんはその冷蔵庫を今も処分できない。今のところ使えてるから本当は取り替えてるつもりだけどね、まだあのまんまです。もう一人の被害者、海老沼静子さんは亡くなった紀美子さんの弟の妻。左目は失明。事件から6年経っても左半身は麻痺したままだ。ありがとうございます。リハビリに通う日々。夫の介護なしでは生活ができない。そんな感じかな。少しあるんですか、痛みの方は。ね、すごくピリ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 してるのがすごく強いんですよね。あ、強くなってますか。わかりました。じゃあちょっと失礼しますよ。
この時痛みは体内には100発以上の散弾が残っている。手術は難しく摘出はできないという。散弾は今も痛みを伴ってほくろのように浮き出てくる。なんかここにコロコロしてイボかなんかみたいのができたのかなと思ってたんですよね。自分では動くんですよこれ。だから頭なんかでも痛いなと思ってってちょっと血が滲んでるなと思った時に砂のちょっと大きいぐらいの塊で出てきたりというのはたまに今でも時々ありますけど、こう玉として分かるようなものってのはまだ全然。殺された紀美子さんと隣人の男との間には20年以上トラブルが続いていた。男は紀美子さんの布団たたきの音がうるさいと抗議を続け、庭に2メートル以上の塀を建てた。脚立に登り紀美子さんの行動を覗き込んでいたこともあるという。事件後見つかった紀美子さんのメモ。こういう下りがあるんだよね。死は56年後半から57年頃、主に犠牲代負担、交際へ断るとおそらく夫婦で嫌がらせ始まるよ。紀美子さんは家計簿にも10年以上にわたって隣人の嫌がらせを書き留めていた。10年の他に11、12、13、14年です。朝4時出勤、隣の人が玄関に棒を持って立っていた。いつも監視されている。防衛策として紀美子さんは玄関先に2台の防犯カメラを設置した。男の嫌がらせを記録するためだった。紀美子さんは警察にも相談していた。しかし警察はなかなか対応してくれないと知人に訴えていた。当時の録音テープが残っている。隣の人が20年に嫌がらせされてたんですけど、警察入れてもいいかなと思って警察を入れたんです。ところが調べます調べますって動いてくださらないんですよ。男と紀美子さんが喧嘩しているところに警察が駆けつけたこともあった。だがその度に男は上手にかわしたという。異常だと思うんですよ。声もひっくり返っちゃうぐらいにもううわーっと30分40分怒鳴りますから、それでもお巡りさん来るともうカラッとして、お姉さんの方なんかにはね、ほらこうやって女はヒステリーを起こしてこうだから困るんですよ、ね、もう本当に穏やかな声になっちゃうんですよね。男は定年後毎日家にいるようになり、紀美子さんへの嫌がらせをエスカレートさせた。その後銃を入手し練習を始めた。男が射撃場に残した採点表、成績は良かったという。そして事件が起きた。
隣の庭からここでうちの家内はここに大体ここにいたらしいんだね。向こうから撃ってきたのがこう当たってそのうちの一つはここなんだね。一発はねこの光ってるけどね。男は表で発砲した後、キミコさんの自宅に侵入。猟銃を持って2階に駆け上がった。うちの最終的にここに横になったっていうか、横たわったわけだね。ね、これまだ跡がありますね。若干残ってんだよね。若干ね。ベランダに仰向けに倒れていたキミコさんに至近距離からさらに3発。寝てる上から胸に3発ぐらい撃ったうちの1発か2発がね突き抜けないで残しあれかな、飛んだね、飛び散ったんだね。もう鉛のつぶつぶが。銃声を聞いて2階の窓から覗いた静子さんは突然の出来事に驚いた。表に飛び出たところを男に撃たれた。男は貴美子さんの部屋で銃口を加え足の指で引き金を引いて自殺。撃たれた静子さんは意識不明の状態が続き10日間以上生死の境をさまよった。事件が起きる日まで男が銃を持っていることは誰も知らなかったという。まあ揉めてたのは知ってたんで、伊豆なんかはあるかなとは思っても、まさか銃とかっていうのは、だから銃を持ってるって分かればもうちょっとこう対策を考えるとかなんかできたんじゃないかなって思うんですよね、うん、あまり相手を親戚しないようにするとか揉めるっていうてか、っていうかな、だから銃がある持ってるっていうのは誰も多分知らなかったと思いますよね、うん、近所の人でも。なぜ男は銃を入手できたのか。男は事件のおよそ4ヶ月前に警察に銃の所持を申請していた。審査を経て許可されたのは事件の1ヶ月前だった。銃の所持を許可する前に警察は身元や適性などさまざまな調査を行う。近隣との関係は重要なチェック項目の一つだ。当初警察は調査は行ったと主張していた。警察は本当に調査したのか。私たちは周辺の家を一軒ずつ調べてみた。でもここの家には来てないですね。おそらく前全部おそらく来ないんじゃないかなと思います。おそらく見たことないです。近所とのトラブルあるかどうかというような調査というのはこの家には来てたんですか。うちは聞かれてないから。いや、触ったことない。警察からでしょ。そうですね、すみません、ありがとうございました。なんか本当だよね、警察も嘘言ってるような感じだよね。加害者と被害者2軒の家を中心に近隣の60軒に話を聞いた。その60軒すべてが警察は調査に来ていないと回答。さらに被害者が
栃木県警側に損害賠償を求めた裁判の中で驚くべき資料が出てきた。これは交番の警察官が作成した男の身元調査票。およそ20年来現在までトラブっている。許可については熟慮を要するものと強い疑問が示されていた。しかし警察は男に銃の所持を許可した。この半年間はトラブルがなかったことが根拠だという。許可証を交付されたその日に男は市内の銃砲店で散弾銃を購入した。その翌日の紀美子さんの家計簿、半年ぶりに隣の嫌がらせが始まったとある。紀美子さんはすぐに警察に通報した。だが何の対策もないまま1ヶ月後に事件は起きた。銃の許可さえなければ殺人事件は起きなかった。被害者たちが訴えていた警察の過失が宇都宮地裁で認められた。県警側は判決を不服として控訴したが、最近になって和解に応じる姿勢を見せた。そんな中、佐世保銃乱射事件が起きた。ここでも近隣の不安が放置された。佐世保の事件も宇都宮と同じだった。海老沼さんたちはそのことに驚きを隠せなかった。その新聞見たけど全部銃だもんな。全くおかしいんだよ。近所の人の不安はなぜまた放置されたのか。佐世保の男は銃4丁、銃弾1700発を持って事件を起こした。こんなことが繰り返されていいのか。海老沼静子さんの兄は男の隣に住む男性を訪ねた。男性は数年前から警察に男の銃を回収すべきだと訴えていた。まあ佐世保の事件はね、まあ私から言うならば起こるべきして起こったって言うんですよ、はっきり、ね。近所の住民たちは事件前、男の奇怪な行動を目撃していた。男は迷彩服を着、猟銃を持って歩き回っていたのだ。事件当日も着ていたその迷彩服はいつも庭先に干されていた。これが容疑者のお宅なのよ。で、本人はね、その棟に住んでるの、別棟に。そして回ってこの道を来てトイレを貸せって言って、夜中のここ真っ暗ですよ、うちは。恐怖を感じた男性は駐在所に電話し、銃の許可を取り消すべきだと訴えた。どうして銃なんか許可してるのって。そしたらそういうことに対して一つ一つ答える筋合いじゃないと言われた。行動が非常に異常な人間にね、銃を許可するということは我々としては許されないよと。だから回収をしてくれとこういうふうに言ったけれども、
いろいろあなたに答える筋合いじゃないということです。だから言っとくけどねと、事件が起きてからね、後から悔やむようなことはあってはならんよって、事件が起きたらもう許さないよって私は言ってましたよ。しかし事件は起きた。二人の命が奪われた。佐世保警察署は男の銃の所持について地元駐在所から問題なしとの報告を受けていたという。そして今も適正な調査を行った上で許可したと主張している。辛いです。宇都宮の事件から6年、静子さんが大事にしてきた庭がある。いつもたくさんの花を咲かせていた。動かない左の手を見るたびに感じる諦めと虚しさ。あの日以来夫の人生も変わった。妻を24時間介護できるようにと会社を早期退職した。今も静子さんは体内にある玉の痛みで意識を失い、救急車で運ばれることがある。治療費は4000万円を超えた。将来についてはお互い触れないようにしている。助かったのがいけなかったのかなと思ったり、治って動けるんだったらいいんですけどね、なかなか思うように動いてくれないから、やっぱりあの時そのまま死ねてたらなと思うのが悔しかった。時々助かなきゃよかったのにあと思ったり、こんなこと言うと主人には怒られちゃうんですけど、全国で許可された銃は30万丁。佐世保銃乱射事件をきっかけにその銃に対する総点検が始まった。返納された銃は処分場に運ばれた。宇都宮の事件について栃木県警は事件は予見できなかったと今も主張し続けている。佐世保の事件でも長崎県警は銃の許可は適切な判断としている。問題はないとしながらも始まった銃の総点検。警鐘を鳴らしたのに無視された不安と恐怖、犠牲はあまりにも大きい。